ますよ。せーの、今の伝来会社、そして大きなご挨拶聞いてくれましたか？ねえ、みんなとっても今日は元気いっぱいです。早速ですが、集まってくれたみんなと一緒に今日は訓練をするということで、やはりね、強いヒーローになるためには心や体を鍛えるのは大切ですよね。なので今日はみんなで思い切り体を動かす体操の訓練をしたいと思うんですが、アグルがいつも毎朝やっている体操、ウルトラジムナスティックという体操をよく知ってるんですよね。なので今日はその体操をアグルからみんなに教えてもらってもいいでしょうか？やったー、ありがとうございます。さあ、じゃあみんな今日はね、体操の訓練です。この体操、アグルのね、とってもかっこいいポーズがたくさんあった体操です。みんな、アグルの体操、頑張れますか？頑張るぞ、友達。青い線までゆっくり前に来て、体を動かすので、お手手を横に広げて、お友達とぶつからないようにしましょう。すみません、保護者の皆様、お子様が後ろに動くので、すみませんが、上げていただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。じゃあみんな、後ろもね、お子さん、お母さん上げてくれたから、ね、後ろの方も広がってね。うん、思い切りね、体を動かすから、ちょっとぶつかっちゃうと危ないので、ね、広く使ってくださいね。ねえ、オッケー、みんな大丈夫ですか？よかったらね、ぜひ、お子様からお子様頑張ってる姿、お写真などね、ムービーもぜひぜひ撮ってくださいね。よし、みんな気をつけー。よし、じゃあみんな体操を始める掛け声があります。コーチがミュージックって言ったら、大きな声でスタートを始めます。オッケー、じゃあみんなアグロを真似して一生懸命やってみてね。さあ、では行きましょう。ウレジのミュージック。さあ、肩からポーズで、みんな肩からいきます。パンチパンチ、さあ、みんな目の前に敵対と思って韓国人のポーズをキックキック、さあ、キックして、さあ、それから右手を伸ばして、さあ、肩の反応を見せたんです。構えて、さあ、構えて、はい、お手を前に出して力を込めて、お手を上に、さあ、肩で引きます。3個ずつ、さらに手でぐるっと回して、今度は力からカードを敵の攻撃を守ります。さあ、今度はお手をチョキ、さあ、目の前に取り寄せ切りますよ。ぐるっと回して、お、今度は防戦です。さあ、カットにアグルストリーム、みんなアグルに拍手。いやー、これ難しい体操ですね。でもね、初めてにしてはとてもみんな上手にできますよね。さすがみんなです。さあ、じゃあね、いろいろ動きがあったんですが、今日はね、敵を倒すということで、
パンチやキック、構成をちょっとみんなに教えてもらってもいいですか。ありがとうございます。先生、今日はね、かっこいいウルトラヒーローになるために敵を倒すやり方を教えていきましょうね。さあ、まずはこの中、敵を切る、この中チョップみたいなのがありましたね。じゃあそれをまずはみんな一緒にやってみましょう。さあ、まずはじゃあアグル、お手をお願いします。さあ、お手を構えて前にチョップ、そう、切る、ね、目の前にいる敵をチョップ、ね、かっこよく切ります。じゃあ反対の手で巻いてみよう。じゃあもうちょっとやってみようか。チョップ、チョップ、はい、反対の手でもさあです。そう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 、できてるかな。みんなちょっとね、難しいけど頑張ってね、やってみましょう。 OK、 このチョップはバッチリですね。では続いて構成ポーズを教えてもらいたいんですが、なんかこういうかっこいいポーズありましたよね。じゃあアングルお願いします。さあ、お手を上に上げてかっこよく、みんなこのポーズ見たことありますか。ある。これね、かっこいいアングルの構成ポーズ、ホットマンクラッシャーって言います、ね、じゃあみんなも一緒にやってみましょう。さあ、まずはお手を上に上げて、そう、そしたらみんなコーチがせーのって言うから大きな声でシュワッチって言うから、オッケー。じゃあみんなも大きな声でシュワッチって言うよ。よし、みんなお手を上げてせーの。もうアングルいいですが、みんなだったらもっとゲームできますですね。そしてみんなもう一回、みんなアングルがびっくりしたから大きな声でいきますよ。よし、みんなお手を上に上げてせーの。アグルどうですか。おっ、バーチだって、拍手、バーチでできました。さあ、もう一つ挑戦があるんだけど、それを後でやってみましょう。じゃあ続いてはもうパンチやキックを教えてもらっていいですか。よし、じゃあみんなお手手を腰に構えて、はい、お手手を前にしてパンチパンチ、さあさあ、パンチパンチ、じゃあちょっと早くしてみる。パンチ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 パキックス。おう、アングルどうですか。お、いいねいいね。じゃあ反対もキック、はい、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 キック。お、アングルいいですよね。みんな上手にできますね。 OK、 じゃあパンチもキックも OK ということで、じゃあ最後はアングルの必殺ポーズ、アグルストリームをみんなに教えてもらっていいですか。よし、みんなとびきりかっこいい構成だからね、みんなよくアングルを見てください。ではアングル、まずはお手本をお願いします。アングルを開いて、今度はお手を上に向けて、そう、この構成で右腕に全身の力を込めて発射されるアングルの必殺構成、アグルストリームです。じゃあみんなもね、一緒に体操からやってみましょう。ではアングルゆっくりお願いします。まずはお手手を胸の前で構えて、そしてお手手を広げます。広げて、今度はお手手を上に上げて、せーので、そう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 、ちょっとね、ここ難しいけど頑張ってみましょう。それじゃあまたコーチがこの時にせーのって言います。そしたらみんな大きな声でシュワチーってやってみてね。それではお手手を上に上げたポーズからやります。じゃあみんなせーのでシュワッチですよ。せーの、シュワッチ。アングルどうですか。お、まだまだだって。じゃあみんなもっと大きな声できる、元気よくできる友達、あー、オーケー。よし、みんなお手手を上に上げて、さあみんな今よりも元気な声でいきますよ。せーの、シュワッチ。アングルどうですか。そしてアグルストリーム、みんな覚えられましたか。 OK、 よし、じゃあみんなもう一回音楽に合わせてもう一回ね、かっこよくやってみましょう。
間違えてもいいからね、元気いっぱいやることがね大切ですよ。よし、みんなお手をもう一回広げてください。よし、じゃあみんなまた気をつけ。よし、みんなコーチがまたミュージックって言ったら大きな声でスタートで始めます。いいか、みんな気をつけ。よし、じゃあみんな行きますよ。ブルージムミュージックみんなアイドルになりきってアイドルの真似をしに一緒にやってみてね。さあみんなまずはお手手を叩きます。さあリズムを持って、さあいいジャンプに行きますよ。今日も祭りに行きます。さあちょっとここから速くなりますよ。はい、息を吸います。さっきねお手手を叩いてね。さあ上手、お手をぐるぐる回して引きから、ね、ゴミを守ります。前に構えてね、もうそしたら回転ストップ。さあ、みんな上手にできます。よくよ、お手をぐるっと回してかっこいいパス叩いてシャー。さあ、バッチリ。さあ、みんな今度はそのまで歩きます。歩いてね。さあ、今度は後ろ向いて、はい、前に戻っていきます。さあ、またここから速くなっていくよ。さあ、みんな目の前にいる人形を出してくるのにパッチリパッチリ。さあ、パンチができたら今度はキックです。さあ、仕掛けてキックキック。さあ、さあ、みんな上手にできます。いいね、いいね。さあ、続いてお手をぐるっと回して小さくなります。アイドルの誕生のポーズ。さあ、みんな上手に構えて、お手を上に上げて、みんなの力を一つにします。さあ、OK。 さあ、また敵を切っていくよ。さあ、タグをチョップ。お手を前に敵の攻撃を守ります。かっこいいガードをして、さあ、もう一回攻撃していきます。チョップ、チョップ。さあ、みんなできるかな。さあ、みんなかっこよく最後はアグルストリームです。お手を上げて、せーの、シャーッ。さあ、アグル、みんなの体調どうでしょうか。おっ、バッチリだし、おごとながら大きな拍手をお願いします。ねえ、みんな一生懸命体操頑張りましたね。みんないろいろなポーズあったけど覚えた？覚えた友達？はー、さすが覚えが早い。さすがですね。さあ、ではアグル、一生懸命最後まで頑張ってくれたみんなにアグルから握手のプレゼントをお願いします。